お疲れ様です。時刻は19時31分です。本日の仕事もすべて終了して今ホテルの駐車場に着きました。まずはホテルチェックインします。今夜はこちらのホテルリラックスイン富山に泊まります。部屋の簡単な説明したいと思います。ドアを入ってすぐ左手にはベッドがあり、すぐ右手にはトイレとお風呂があります。ユニットバスっていうか、なんかアパートのお風呂みたいな感じになってますね。シャンプー類も全部揃ってます。体重計なんて置いてあるわ。作業デスクはありますが、テレビは今回はありません。冷蔵庫はありました。ズボンプレッサーもあります。ベッドはシングルですが、シングルのちょっと大きいぐらいですかね。もう部屋は本当にこじんまりとした部屋ですね。205の部屋になります。外の景色はこんな感じです。思いっきり見えるな。宿泊者は全員朝食は無料のようですね。Wi-Fi はどうやらフリー Wi-Fi だったんで、LAN ケーブルを挿しています。計測してみました。こんな感じです。今回も楽天トラベルで予約しました。テレビ、アメニティなしのリーズナブルシングルというプランにしました。料金が税込みで5200円でした。この他に宿泊税とか特に取られなくて、駐車場だけが別途600円かかりました。この後は新潟方面に移動していき、長野の方に入っていくような段取りになってます。それでは仕事行ってきます。チャンネル登録よろしくお願いします。